あー、すいません。ありがとうございます。もう見えないですね。はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。えらい、はい、えらい大人になってください。あー、美味しかった話。美味しかった。まゆーまゆー懐かしい。せーの、まゆーまゆーって書いてるんですよ。いいですね。はいはいはい、はい、これは美味しかった話、僕が話します。はい。やっぱり韓国に、はい、行って期待しましたね、やっぱり。そうです、ね、久しぶりな、はい、韓国の味をやっぱり当てましたね。はい、僕たちそれが終わって会食しましたね。はい、会食サムギョプサル、はい、サムギョプサルのお店で、韓国にはサムギョプサルとオギョプサルがあります。オギョプサル知ってますか？太いんですよ。そうですね、サムギョプサルはこれが3個で、オギョプサルは5個です。はい、そんなところ、はい、3と5です。分厚さ、分厚さ、それは一緒だと思います。はい、一緒だ。はい、味はやっぱりちょっと違います。あ、そうなの。ほとんど一緒ですけど、はいはい、本当に美味しかったですね。冷麺も食べました。冷麺も食べるし、食べたし、ユッケ、ユッケ、みんな知ってますか？ユッケ、日本はちょっと食べます。ユッケ、ユッケって日本語で何ですか？ユッケです。ユッケですね。日本では食べれないですね。そうですね。あ、本当に美味しかったです。簡単になってしまいましたね。そうですね、多分昨日そのお店で多分100人分ぐらい、はい、食べたと思います。結構、あ、結構今もまだ残っていると思います。そうですね。で、韓国メンバーは、はい、お父さんお母さんとかとも一緒に、はい、そうですね。あ、久しぶりに。でも、ね、最後は、はいはいはい、泣いてね。あ、男ですから。人間は涙があります。泣きながら、はい、泣きながら先頭走ってる、無責任帰るんで。で、ちなみに一番泣いてた人誰だと思います？マネージャーさんなんです。もらえないし。だから、もうジュロが先帰るって言ってた頃での、ジュさんが走るマネージャーさんがいたんですよ。マネージャーさんがいて泣いてるんですよ。だから、あるんだ、ジュロ。あ、ごめんなさい、はい、本当にでも良かったです。はい、良かったですね。また本当に韓国に行けるように、はい、日本でも頑張ってどんどん韓国で活躍できるように頑張っていきたいと思います。はい、頑張ります。はい、僕たち、僕たちだけ美味しいものを食べてきてすいません。すいません。すいません。すいませんでした。じゃあ